マロクリリスクの円形マロクリリスクは、サハリン州の南クリルカンクシコタン島に存在する村の一つである。なお、日本政府は当地を、北海道根室振興局シコタン群に属するシコタン村であるとして、領有権を主張している。マロクリルスコイエとも呼ばれる。シコタン島のオホーツク海沿岸部に位置する港町である。缶詰産業が盛んである。 北方領土の中では、ユジノクリリスク、ゴリアチエクリチに次いで3番目、シコタン島では最大の村で2002年当時の人口は2230人、2010年は1873人と人口が減少している。これはロシア政府が日本への引き渡しを考慮して、クナシリ島やエトロフ島に比べて投資、開発を進めてこなかったからと言われている。 2002年国勢調査によると、住民の85%がロシア人である、その他ウクライナ人などで構成される。2010、ありがとうございます。